えー、おはようごござざいいまます、笹田でございます。笹で昨日ね、ヒヤリとしてね、あのあれですあの仕事中断してあのドコモショップ走ってたんですけどもあの、いや、セーフだったっていう話で、っていうのはあの、ここでね、iPhone 長らく愛用してたんですけどもね、えー、とこれがあのトラブっちゃってね、もう、 5年目か、経って、うちの息子は大学入る前、いや、5年ぐらい前なんだな、で、えー、買ったやつなんですよ、よくできてるなと思って、で、当分壊れないから、あのー、5年目だけども、当分使おうなんて思ってたんですけども、ここのところね、急になんか、あの、バッテリーが劣

つなぐんだけどもね充電されてるふうなんだけど電源が入れたらすぐ落ちちゃうとかってやばい状態になってきまして、ね、で私、軽く考えててパ,パソコンみたいな感じでね何あのえー、っと CPU はまだまだバリバリだからバッテリーだけ取り替えりゃパソコンが行き来るみたいなもんで大丈夫でしょうなんて思ったんですけど全然甘くてあのダメなんですって。あの そういうお店に聞いてみたらね、ねあそれだめです、あのバッテリーの交換ってできないので、もうあの早くあの新九州に入れ替えなさった方がよろしいですよってでだ、そうしないとのデータも移行できなくなっちゃいますよって。<laughs> そうなのやばいって言ってそれで慌ててねうちの,あの職員さんにあの詳しいと思うんでどうかねなんて言って聞いたんですけれどもえまあそれでこうあれです絞っ,ったらもうあの早速あのドコモショップ行きましてねそれでえっと買いましたあのこれえっと今は iPhone のね14だそうです。 まあな,なんでもいいけど安いのないのなんて言って <laughs>、あのー、切っててそれでこれが今のーと iPhone でねそれでなんだっけないろいろあるんですってこれ一番あのスタンダードのやつで1円8 0 0円でいいんだよつ <laughs> てってそだけどなん,かな,んプロフェなんとか i p h o n e p r なんとかなんてかってねれん、えーとこ これなんだカメラがこれでも2つもついてていやいらない <laughs> 1つでいいんだよって言っんだけどいや3つあるのもあるんですっていやー1つでいいんだよいやこれ2つスタンダードには2つついてましてそんなに高性能のはいらないんだけどねなんかお手軽のないのみたいな感じででも結局まああの声の一番普通のやつみたいなんですけどねそれでいやあのドッキリしたんですけどもなんとかね あのこっちもそ,そこでお店であの充電してもらったらなんとかよみがえりましてねこれ生き返った間にあのデータを移行させようと思って今あのマニュアルでえー、っとやってるんですけど幸いあのえー、っとクラウドにねえー、っとこの古いやつ買った時クラウドにこうバックアップするサービスに申し込んでたもんで画像だとかあの 残ってましたそれから大事なのお客さんの連絡先だとかあのもろもろねそれがあの復旧できないとまずいよなと思って,てなのですけどもなんとかあのいいこうデータを復旧させることができただねあれラッキーでしたついこの間あの母親のベージュのお祝いに撮った写真が iPhone に入ったんですけどもこれね残念ながらあのえっと こう最初のやつっていうのはクラウドに乗っかってなかったみたいであれと思ったんだけど兄弟たちに LINE でもう置くといたんで、えー、LINE の方に入ってるから、あのー、大丈夫なはずなんですよ。えー、あそれとこ,これも今普及してる間に大事なんだっけどもう一回ちょっと,、あのーえー、とパソコンに写し取ってしまうかななんて思ってるとこなんですけどもね。 まあひやりとしましたけどもま,まあなんとか、えー、こっちに移し替えられていやほっとしておりますあとはあの町内会の <laughs> みんな LINE で, <laughs> で連絡くるもんですから LINE をこう復旧させるっていうのをこれがバッテリーが生きてる間にやって大事なデータもパソコンに移し替えてと思ってるんですけどもねあそれと5年前からずいぶん変わったんだなと思ってっていうのは値段はねあの 結構あまあ、大体アップルって結構いいお値段するんだけどこれが確かに10万円ちょっとぐらいで買ったように思うんですよそしたらねいや似たようなもんだろうと思っていくらですかって言ったらね1.5倍ぐらいになってんのねこっちがね15万,15万ですって一番その安いやつでもえと言っとかってあそっかってあとは思ったんだけど円安ですもんね。 あこの間あの5、5ドル寄付いただいて、500円かなと思ったら639円とか、ああ、そっか、円安だからね、なと思ったんだけど、うん、ということは、アップル製品を買うと、えっ、ー、と、円が強かった頃らい一時100円切ってましたもんね。あ <laughs> れが今、あれです139円でしょ、1.4倍ぐらいなわけだ。そうするとあの これの時に比べて1.4倍ぐらいになってるから、あそっか、15万ぐらいになっちゃうわけかと思ってたんですけれども、なんかでも、あの調べてもらったら、あのポイント全然使ってる んですけどどうしますかって1万ぐらい溜まってたんですね、ねあそんなの知らなかったっつってあ、じゃあそれは頭金から引いてくれますよって、あそうそう、あのですよこれ買った時はね、あの側近で買ったんだけどもね、もうその後、もう2人も子供たちに私欲してるもんだから、もう財政難でしてね、いや、一発はちょっと勘弁してくれって、分割払いしてもらって、<laughs> なんとかって感じなんですけど、まあ、とにかくあの大事なデータが。 えー、生きってくれたんでかかっったかななんて思って思ましたあさすがに変わったんです、ね、前はね何だっけこの,このボタンを押して操作するんだったんだけどもあの今はボタンがないんだねそれでこんなするのか、ね、もうなんかやってるうちに動いたから開こうかと思って、えー、やってましたけれども、えー、まあ慣れればそれなりに便利なものなのかななんていうふうに えー、思っておりますが <laughs>、まあ、データはちゃんとあれです、ね、バックアップしておくってことあのついついあの消耗品だってことを忘れてしまうんですけれどもある日突然動かなくなるね iPhone ってね <laughs> だからあの CPU とかは、えっと、突然ダウンするってことはなさそうなんですけどやっぱりバッテリーですねであのだって公式にアップルは3年って答えてたかな耐用年数を。 Uh... だけど私の5年ぐらい持って CPU だけならまだ23年全然できないけそうなんだけどもったいないよな中身バッテリー取り替えられるような機構になっていればまだ使えるんだけどなっていうかそれやったらアップル商売にならないから絶対そういうことはしないんだよね一体型にしてでもうだめになったら丸ごとお買い上げくださいってことにしないとビジネスとしては成り立たないからうん上手って頭いいよなと思ってま <laughs> したけれど <laughs> というわけで、まあ、おかげさまで出たら無事だったという。 そういうお話でございました。それじゃあ。